そこがやっぱりすごくほっとしたというか、ね、自分が学生の時にそれ学生が見てるみたいですごく懐かしかったですよね。一番大事なのはいろんな情報を集めることとかね、いろんなものを体験するとか、いろんなものを見るとかね、あれやねんかこれやねんっていうことが大事なんじゃなくて、自分が見て面白かった映画を誰に伝えるのかっていう、物を作るとか人を喜ばせる仕事とかいうのはそこからしか始まらないと思う。これは誰でも探せる。